皆様お待たせいたしました本日はご多応の中国際教育フェア東京学校登壇セッション世界の国際教育トレンドとステム教育にご来場いただきありがとうございます本日司会進行を務めさせていただきます国清と申しますさあそれでは早速ご登壇者をご紹介しましょうまずグローバルインディアン・インターナショナルスクール日本地区顧問 田村幸太郎さんです、どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。<拍手 S 1> さあ、そして続きまして、ニュースピックススタジオ取締役チーフプロデューサー、木崎綾菜さんです、どうぞ。<拍手 S 1> 改めまして、田村さん、木崎さん、今日はどうぞよろしくお願いいたししますマイクを渡し,します。 皆様、えー、本日はよろしくありがとうございます。よろしくお願いします。えっと私の方からご挨拶しますとですね、ニュースピックススタジオというニュースピックスというアプリご存知かわからないんですけれども、ご存知の方いらっしゃいますか。あ嬉しい、ありがとうございます。すごい、あの大丈夫。あ、私って5年前にですね、ジョインしまして、あの動画のえっ、ー、とチーフープロデューサーをしてます。で基本ですね、あの教育番組をやりたいと思って。 ちょこちょこあの、早期教育という、あの、テーマでですね、議論したりとか、あの、あと、アップデートという小坂大魔王が出ている番組で一緒に司会をさせていただいていますので、ぜひ、あの、皆さん見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。え、そしてですね、本日、あの、私が、え、お話を伺わせていただくのがですね、日本人の、あの、親御さんからの関心が高い。 グローバルインディアンインターナショナルスクール、えー、通称ですね g i i s の、えー、日本地区顧問田村幸太郎さんです。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、えー、GIIIS の方とは関わってもう7年ぐらいですかね。で、私の方はシンガポールに移って10年目になります。で、娘が2歳の時に <laughs>、えー、シンガポールに移る決断をしまして、その時はまあそれあまあ皆さんも 同じ立場というか私も不兄だし皆さんも不兄の方が多いと思いますので、まあ、もしご関心があればその辺の背景も話させていきますがその10年経ってその時と今とシンガポールに来てよかったなとか娘の教育に対する考え方とかは結構変わりましたので、まあ、そのまあ全てが変わりましたでその辺りの話もさせていただければと思っていいます、はい、よろししくお願いします。 えっとですね、早速なんですけどもそのシンガポールにいらっしゃるというところでこのグローバルスタンダードの教育っていうのは一体何なのかというのをお聞きしたいんですけどもどう思われますかスタンダードうーん全部私が知ってるわけではないですし私が深く関わってて、まあ、深く関わってるのは GIS さんと娘が行ってる学校。 なんですねまあ、娘が行ってる学校は GIS さんと出会う前に娘が入っても友達もできてしまってるんで、まあ、その学校にずっと娘がいて4歳から18歳までの教育を受けてるんですけど、まあ、その2つはよく知ってるのでその傾向から言うとですね、まあ、あの娘の学校も GIS に似たところがありましてどちらかというと教育というよりもムーブメントムーブメントっていうのはまああの運動ですね。で去年娘のの学校っていううはもう ノーベル平和賞にノミネートされたんですけどなんで学校がと私は思ったんですねだからムーブメント平和を目指すムーブメントとしてということでムーブメントとして教育をやっているような学校なんですねですから学校のムーブメントの目的があってそれに合うような子どもたちを育てているということなんですけど、まあ、親御さんはいろんな目的があって、まあ、結果として卒業後いい学校に行っているとかいい仕事に就いているとか、まあ、日本と同じですね そういうこともあって入ってらっしゃる方もいれば筋金入りのそこの卒業生でその思想がいいんでえまあそれにえまあこうずっと同じようにフォローしていると、はい、その学校のロールモデルの人があの学校入ったところにあのパネルで置いてあってひょっとしたら皆さんご覧になった方はいらっしゃるかと思うんですけどえっとまあ 日本でいう,うとアメリカでもあの成功者の,このロールモデルというと起業家だったりまあ政治家だったりまあ大企業の CEO だったりえーまあノーベル賞を取るような人だったりするような気がするのでそうだと思うんですけどね、今でも。その学校のロールモデルってちょっと,ちょっと危険で探検家とかですねあのいけばなアーティストとか自分の道を突っ走っている人ばっかりが。 ロールモデルとして紹介されてて、親としてはまあ最初やや心配になりまして <laughs> <laughs> あのあ、こんなつもりじゃなかったねとか思ったんですけど、まあそれはそれでいいかというふうに思ってます。まあムーブメントですね。ムーブメントでその学校が目指しているもの、もっと言えばもうもっと私がリスペクトしている最近リスペクトしているところで言うと、あの STEM とかあの英語とかもあるんですけど多様性に対する慣れとか、僕はどっちかというとそっちから入っていったんですけど。 今は本当にいいなと思うのは GIS もその娘の学校もいい,なとい,うのはいいなと思うのはキャラクタースキルですねキキャラクタースキルをあの学ばせるキャラクタースキルって何かというとパーソナリティというのは我々持って生まれたようなまあ人間性といいますかあの性質とか癖とかなんですけどキャラクターというのはその後家庭教育とか学校教育で自分でビルドアップしていくようなあの自分のまあ規律みたいなものなんですね。 でキャラクタースキルをしっかり教えていうのは何かというとまあ偏差値とかそういうものでもなくてまあそれもいいことに悪いこといいことが悪いとは言えないんですけどそれにこだわらない、えー、何かと言いますと私自身も,もう長い人生をかけてこれは自分で学んでいって結果として自分もそうなってきたのでそれが一番いいなと思うんですけど学び続けるもう遅くても学び続けるそして 学び続けるっていうのはまあバンアウトしやすいですし退屈になってきますから同じことを繰り返してたらそうではなくて楽しくワクワク学,ぶ学び続けるために自分でその学び続ける方法を考えていくで諦めないそして大きな夢を持つでその夢に行けるかどうかわからないんですけど違う方向でたどり着くかもしれない例えば NASA の宇宙飛行士を目指した人が でもやっぱり残念ながら適正試験で受からなかったんですけどその夢を諦めずに努力し続けた結果エンジニアとしてたくさんの宇宙飛行士を送り出す方に回っていったちょっとピボットするんですけど最後はやはり宇宙開発に携わりたいというところでそのゴールを達成したやっぱり粘り強くあの楽しくワクワクしかし大きな夢を持ってそれに諦めずに亀のように そそしてその夢がですね途中で立たれたり積み上げたブロックが誰かによって壊されたりしてもゼロからコツコツその時はがっくりしたり泣いたりするんですけどそれはそれでいいと思うんですね受け止めて吐き出した方がいいんですけどその後また積み木を重ねていくような人を作り上げるそういうことを分かっている先生がそういうことを親と一緒に子どもたちにキャラクタースキルとして教え込んでいるここは非常に私が評価しているところですね。 このキャラクタースキルって、日本ではあんまり、どうなんでしょうかね、やってるイメージがないんですけど。アメリカでもやってないと思いますね。ねアメリカでも、私聞いたことなかったですね。はい、これ、さい、最近の傾向で。うん、あの、これはですね、ぜひ日本語になると思うんで。はい、お勧すすめしたいのが、三日前に。あの。えっ、ー、と、ヒドンポテンシャルっていう本を。はい、私の友人のアダムグラントっていうのが、書いたんですね。これ、今、あの、英語にしかなってないんで。僕は、まあ。あの、オーディブルってやつで。聞きながら。 あのちょっと理解しようとしてるんですけどそこでも取り上げられててあの彼は彼自身がそうだったんですね彼と僕が出会った時は全くイケてないモジモジしたシャイな内向的な何やってるか分からないスキンヘッドでがたい多くてちょっと怖い人だったんですねところが彼はあのウォートンスクールっていうあの有名な MBA であのえ組織心理学を教えてる第一人者でまあ今や あのすごいいろんなあの国家のアドバイザー含めていろんな仕事をしてるんですけど彼自身がコツコツと追跡研究してたんですね子どもの頃とその親の教育と学校の教育とその子がこう高齢者になった時の,あの経済的成功と幸せこ,のこれに何が一番相関するかっていうので彼があの発見したのはキャラクタースキルなんですね。 その子どもの時の早熟な知能指数とかほとんど相関がないとだから天才教育とか飛び級とかいろいろ言われてますけど残念ながらほとんどあのネガティブに聞いてるみたいなんですね。あネガいい例えかどうか分かんないですけど、はい、子役として成功した人って、まあ、大体不幸になってますよね。<laughs> <laughs> それはもも地味な役でこうなんか あの成功した人が最後に自分の番組を持ったりとかすることがまあハリウッドでも日本でもあると思うのでそういう感じかなと思いますえ面白いそうですねあのちょっと私も自分の話しますと番組をやってるのでブッキングをほ,ほ,ほぼ毎週やってるんですよ。 その中で自分のキャラクターをどう見せるかっていうのもそうですし自分がこれが好きなんだってはっきりしている人の方がもちろんブッキングしやすいですしあのトークもやっぱ面白いんですよねだからそこをまあ早めにあの自分の,この好きな教育ところをこう突き止められるかっていう追求できるかっていうところはちょっっとやっぱ国際教育の中では今トレンドになっているのかなっていうのはちょっと今伺って思いましたいま。はいはい 私自身のまあ自己紹介というかもう大したものでもないんですけど私自身人生の前半と後半でだいぶ考え方が変わりまして前半はどっちかというと誰かの期待に沿うようよにに生きてきてたんですね誰かに褒められたいとか誰かに馬鹿に思われたくないとかあの親とか周りの人を幸せにしたいとか自分がなかったわけですね。ところがあの突然私あの仕事を失いました全部仕事を失ってその時に誰かの期待を目指しても 期期待待ししししてててるように思った人は大して期待してないし死んでたたりり忘れすするわけですねでねもどっちみちその最後は自分でしかなくなるんで、まあ、人の期待ばっかり気にしててもしょうがないなと思いましてでそこから自分を掘り下げていった何が本当にしたいんだかとか、うん、何だったら努力が続けられるんだということを続けていってそこから全く切り替えてそこからの方が僕はものすごい勉強しましたし、うん、努力もしましたし、うんえー、そこからの方が僕はあの。 自分であのまあ、その自分としか比較しないってことももう決めたんですね。他人と比較してもしょうがないし、他人の期待に応えようとしてもしょうがないとで、自分で自分のまあ,あのリミットを大きな夢の中で外していって、そうこう登ろうとしていくとそういうところなんで。まあ別に誇るべきものでも何でもないんですけど、そうしてからものすごい楽ですし。まあ、あのそういうことを思ってたら、あのさ最初は？ そういういキャラクタースキルとか知らずにああ娘の学校シンガポールだし英語と中国語でやるし多様性もあるしなんとなく成功してる人もいい学校だからいいかなと思ったんですけどでも結局学校が教えててふっと気づいたんですねこう一番その学校が大事にしてること GIS GI もそうですけどとにかく誰かの期待に応えようとするなともう自分でいなさいと。 で自分で誰かをハッピーにするために答えたり誰かをハッピーにするために行動しちゃいけないですよともう自分でその自分を喜ばせてで自分の好きなものが見えなくなるとそれをずっと探求できなくなるし楽しく探求できなくできしようという気持ちがなくなるんでそれをやりましょうねっていう学校がキャラクタースキルを培おうとしててそういう先生がいるのが GIS GI で、まあ、うちの娘の学校みたいなところなんですね。 ですみませんんそ,そこしか知らないんで親としてそう子供にしてあげられることまさにそのキャラクタースキルをどう培うかっていうのは何ができますかね親としてまあ本当に親ってあの無責任なんですよね期待はするけどその僕きのうたまたまその世界的な AI の権威の方と会ってて、うん、これから AI、まあ、い,わいわゆる生成 AI みたいなのものを言われてますけどこれから AGI ですねあの。本当にこう なんですかね、人間が今までやってきた思考、まあ、仮説検証を全部自分でやっていく AI がもうでき始めてるんですね。でこれからのノーベル賞はほとんどその AI が自分で仮説を立ててものすごいスピードで検証していって人間が80年かかるもの50年かかるものを1秒か2秒でやっていくということでうーもうノーベル賞が毎年毎月毎時間ぐらい出てくるような話をしててまあそうなったら人間の価値って何だろうなみたいな話を思ってたんですね。はいうん、そういうい時に まあ本当に計算が早いとか記憶がいいというのはまあないよりはあった方がいいんですけどまあそれよりもやっぱりそういうものを支持していくようなそれを使って何をつまりこれはまあ世界中の教育のシンガポールもそういうところがあるんでねあの公教育では指示待ち人間を作るるよようなところがあるんですよねあのみんなの言うことを聞くとか調和するとか誰かの支持を常に待ってるそれがまあいい価値があるとされてたんですけどこうなんか。 指示待ち人間だと絶対勝てないんですよこのこの人たちにね,、うん、ねこう何兆回の検索あの検索とか計算を0.7で何,何秒でやるような人にどんなに頑張ってこう計算ドリルやって漢字練習やってももう勝てないんですから見た瞬間もう問題解いてますから、うんうん、だとしたら指示を出す方に回らなきゃいけないですよねえ指示待ちはもう AI の仕事ですよねで指示待ちで AI と戦っちゃいけないですね。 AI に指示を出す AI にいい問いを立ててあげるような子どもを育てないといけないのでもう本当に時代が変わって我々の価値観を本当に見直さなきゃいけないと、はい、で今、非常にいい質問だったんですがじゃあどうするかというと口で言っても子ども納得しませんから自分がやっぱりそういうふうな生き方をしていくことだと思うんですねそのもう自分も何かかおお父さんお母さんん母好きなこととを探求しているとかね。 自分で学び続けてるとかなんか自分に指示は出さないで自分で指示を出しなさいとでこっちが言ったことをうのみにせずにトークバックしてきてもいいですよとあの娘の学校っていうのはトークバックを教えてるんですねとにかく簡単に信じちゃいけないと先生の言うことを信じて先生も間違ってるかもしれないし先生を知らないことがあなたは知ってるかも分かんないんで。 ちゃんとトーククバックしなさいと、まあ、それを習ってきて家に帰った時はすごく大変で毎日口喧嘩みたいな感じで一瞬で言わないともう分からないですからもうすごいいろんな理屈を言ってきますしだからやっぱり自分も実践していくで指示待ち人間にならないようにしてあげる指示を出さる人間にしてあげるそのロールモデルに家庭といううのはすすごく大事だと思うんですねあの学校と同じぐらいの時間を結構その夏休みとか入れると過ごすと思うんですよね、はい。 そしてやっぱり親を一番よく見てますから親はワンオンワンですから先生はね20対1とか30対1ですからやっぱり自分もそうなる必要があるなと自分では思ってますね、うん。面白いですねそのディスカッションを通してこの何でしょうねなんだろうなその AI とかは本当に答えが出ちゃう時代なのでそこじゃなくて答えのないものをどうわれわれはこう向き合っていくかというのが今後、大事ですもんね。 このた今回のテーマがスティーム教育なんですけれどもこちらで今の,その最前線でか感じられていることとかってありますかまあやっぱりそのたくさん失敗をさせてあげることじゃないかと思うんですねこう実験なんかもそうですね、まあ、もちろんその実験スティームの,あのサイエンスの時間とか、まあ、GIS はそのあのもうラボもあって実験室もあって日本の,あの学校でも実験室ありますけどもうなんていうんですかね、まあ、完璧主義ではなくてもちろん怪我をしたり アクシデントに巻き込まれないようにはちゃんとやるんですけどその実験なんかまあ失敗するためにやっているようなところがありますから成功したらラッキーみたいなですから、まあ、あの計算なんかでもそうですし、まあ、計,算計算もです、ね、これからこう AI を使わないということはもうなかなか難しくなってくるんでそので単純計算とかはあれなんですけどこう何の問いを立てるかということですね何を AI に聞くのか。 で私はその気をつけながら娘に今11歳ですけどチャット GPT も使わせてるんですけどやっぱり最初はですね何聞いたらいいのみたいなとこあったんですよねでも今は自分で問いを立ててちゃんと聞いてるんですねあの僕は鳥取県出身で今秋休みで鳥取に帰ってるんですけど鳥取とシンガポールの面積の比較とかチャット GPT に聞いてるんですよねえこう人口密度の違いとかまあこんなのも単純な話ですけどこう 使わせて使いこなすんですけど結局あれは指示を出すのがあのやっぱり人間の仕事なんですね、うん、こう指示の出し方を STEM 教育で学んでほしい何のために計算するんだとかそういうことも含めてですね、うん、あの何ていうんですかねスキルそういう STEM 自体のスキルはこれから大きく変わってくると思うんですよ今までまあ AI とかがまあここまでいくまでのそのものだったんで もちろん数学インド数学とかもね面白いと思うんですよ 19×19 19もしかしもうこんなのがその AI がそのいるだけじゃなくて持ち歩く時代になると思うんですねうもうこの辺も昔の AI ぐらいのアップ t c チですけどね昔の AI ぐらいの実装実力があるんですけど今度はもうそんなもんじゃないような AI を子どもたちが持ち歩くような時代になると思うんです我々も持ち歩くと思うんですね。どうどういうよういよななインターーフェースになるか分かりませんけど ですからやっぱり人間の仕事というのは問いを立てること何を AI に聞くか指示を出すことですね指示を出す,を出すためには自分がどの方向に行くでどの方向に行くからどんな指示を出すそれをまあツールとして使いこなすということなんですけどで自分の行く方向を見つけることがまず子どもの教育の一番大事なところでそれはコロコロ変わると思うんですよ。 もうだってもう何になりたいか何やりたいかころころ毎月変わってるような感じですけどねでも考えさせた方がいいと思うんですよねそれでそのために使っていくという感じですね。GIS さんではそのチャット GPT がどう活用されてるんですか、はい、それとももう家庭に任せてるんですか使、はい、使うかかわないか、ね、学校で活用してるかどうかはあのちょっとえっ、ー、ともう今50キャンパス以上ありますんで。 あの全部の方向は今度11月にあのジェネラルミーティングで話し合うんですけどでも,も、あの,あの子たちのことなんでまあひっそりとも含めるとほぼ全員使ってると思いますね。結構私の息子はもう本当に公立の学校行ってるんですけどもあのまあ言われないですけどまあ基本禁止なわけですよね。や,やってることもまあもちろんドリルとかまあ私の昭和の時代とあんま変わってないなって正直思っていて。 ちょっとその日本とその何でしょうね今おっしゃった国際教育の違いっていうのは結構これから顕著になっていく気がするんですけどどう見られてますかまあその国際教育もそうですけどまあ国の考え方もいろいろありましてその AI 対人間で捉えている人も結構いるんですね。AI 対人間で人間の仕事が捉えるとか AI によって人類が破滅に向かうとかただ一方、もっと大き,なまあ大きいかどうか分かりませんが違う文脈で見ると。 AI がないとこれからのまあ紛争の防止とか気候変動のまあによるそのまあ被害の低減とかこういうことはもう人類課題の解決っいうのは AI を使ってできるかどうかなんで私は AI をもう小さい頃から使いこなすそのまあなんかせこいそのテストの点を挙げるとかまあそんなのも別にあってもなくてもいいと思うんですけどやっぱり人類課題の解決のために AI を使わざるをえないと思いますので。 私の立ち位置はそっちで私はまあ今度のジェネラルミーティングでも,やはりもうただ、あの私も共有して,てそのまて、あ、明らかに使ってるわけですね、みんな。使ってるの分かるんですけどだからその一部あの僕が教えている学校で禁止しているところもあるんですけどもはっきり言って使っているのが分かるんです、使いながらあの聞き返していくじゃないですか聞き返していくとさらに洗練されていい答えを跳ね返していくんですよね。うんで それを見るとと使った方がいいいんんじゃないかなか思うんですねだから聞き返してその単純に一回使ってそのボロボロのやつを出してくる人っていうのはちょっとどうかなと思うんですけど聞き返しながらもう本当に教員顔負けっていうか学者顔負けみたいなのを出してくる人っていうのはこれはもう使い方が本当にうまいなと思いますのであのこれはもう止められないと思いますね。たただ自分の頭の頭めに 最初は自分で考えた方がいいいよととうことは言ってんでですけどね自分で考え尽くしてそしてそれをさらに洗練するためにいい問いを立てて答えさせていこうというふうに思ってますね、うん、そ,うそういうのがいいと思ってます。うんはい、それはまあ GIS の中でも提案しようと思いますが、うん、まあもういかんせん4万5千人から5万人の子どもたちがいますんで,でしかも4歳から18歳までいますのでまあ相当な数。 もう使いこなしてるんじゃないかなと思いますけどね。うんなんか丸ですよね。そのまあ年によってもなんかどう使うかっていうのをちゃんとまあ見極めてあ ai とどう付き合っていくかっていうのを考えた方がいいっていうのはあるっていうことですよね。ねはい、なるほど、ありがとうございます。逆にですね。あの今のこの ai のじゃ、子供が親にあ逆ですよね。ええっと、親が子供にしない方がいいことってあったりします。心えらか。今までここに多分やってきたけど。 ですからその僕なんかもそうだったんですけどステレオタイプな期待ですね同じような時代が続くと思ってもうさすがにいらっしゃらないと思うんですけど銀行に行きなさいとか大学に <laughs> ねあのまあそういう時代はもう本当に今就職人気ランキングっていうのは潰れるスピードランキングみたいなところがありますんでまあ地方自治体だってまあ私鳥取出身で鳥取にあの1週間ぐらい帰ってきてましたけど 地方自治体って、今まで安全パの就職先だったんですけど、もうわからないですね。もう、もう仕事がほとんどなくなってますし、財政的にも厳しいですから。ですから、もう安パイの仕事はないですし、逆に新しい仕事が生まれてくると思うんですね。でも、その新しい仕事って、今見えないですよね。多分、我々が小さい頃になかった仕事って、今いっぱい生まれてるじゃないですか。 コンンンンピュータサイエンスとかデータタササイイエエススととかかデテティトアプランナーだっそうですよね僕なんかが大学生のこと会社作るなんて、まあ、そんなのもう選択肢じゃなかったんですけど今そういう人も結構いるじゃないですかですからまあ本当に自分の価値観でこうな子どもの幸せをで我々死ぬまで面倒見れないじゃないですかまあどっかで我々いなくなるんで無責任ですよねこう どこかにその子どもたちに固定概念を与えてしまうということはですから、本当に子どもに一番残してあげるのはあのキャラクタースキルがいいと思っています学び続けられる夢を大きく持つそしてポジティブにこうワクワクしながら努力を続けられるで一回、その積み木が壊れてもそこでがっくりしてもいいけどゼロから積み木をあの作り直すようなコツコツとした姿勢こういうのがあれば。 どんな時代になっても僕はその子は幸せをつかめると思いますし能力を発揮して自分の道を見つけるんじゃないかなと思いますし、まあ、100%そうか分かりませんけど一番可能性が高いものでそれをこう子供に残してあげるのが一番いいんじゃないかなとまあ今は親として思ってますね。 あの一回えっとインタビューで多分答えられたと思うんですけど、その国際きなんでしょうね。競争力がすごい高まる中で、日本人は意外とレアキャラで勝てるんじゃないかみたいな。まさにキャラクターのお話ありましたけど、日本人のまあ多分にここにいらっしゃる方、日本人の方多いかもしれないです。子供として、どういうふうにその国際的にこの存在感を放っていけると思われますか。これはです。本当にそういう意味で G. I. I. えいいと思うんですね。これなぜかというと、これから日本人が成功していくパートナーとして、インド人はとても大事ですね。 インド人人と日本本って本当に補完的なんですね GIS 見学された方もいらっしゃると思いますけどもう本当にこうインドの子どもたちのなんていうんですか息継ぎをしてないんじゃないかと思うぐらいしゃべり倒す力とかですね <laughs> 僕は無口ですとか言った人が全然無口じゃないとかですね95%相手があの喋ってて僕はお茶を出してお茶を飲んだ瞬間にしか僕らは喋れなかったっていうことがあるんですけどこう何て言うんですかねものすごく保管的なんですよ。インド人ってものすごく あの突っ走って行動力があってものすごい大きな絵を描く人が多いんですけどじゃあ日本人はどうかというとあのそういうもののこう何んですかね細部をちゃんと確かめていって欠けてるものを探し出したりあの保管したりするところが非常にあのいいと思いますし逆もあるんですね。GIS に行ってあの 日本のお子さんでインド人を黙らせてる子もいるんですよ。こうアセンブリーっていう時間が朝あるんですけど、集まってきて。まあ最近自分の家庭で起こったこととか、自分が見たニュースで印象的なことをあのみんなの前で話すっていうやつがあるんですけど。まあインド系の人も含めて誰も聞いてないんですね。誰も聞いてない中でまあ、先生もそのままなんですけど、あの話し倒すっていうのは結構。 すごい日本人の人はあ,のあまり経験がないと思うんですけどそこで聞かせるようなな話をだんだんんんでできるるようになってくるんですねそうするとインド人をどんどんリードしていって役割が逆転しているような子もいますしでこれから間違いなくインドが、まあ、15億人いますけど、まあ、シンガポールでもアメリカでも結構そのなんていうんですかね重要なリーダーにンあのインドの人がついてきてあの突破力とまあ こうもちろん数学も得意ですけどとにかく答えを何とか見つけてくるんですね。いい例が僕は9月の頭に G20 でニューデリーに行ったんですけどその時に合わせてですね自慢するためにインドが月面着陸成功させたんですね。月面の一番凸凹の激しいアメリカでもロシアでも降ろせなかったところにあの探査船を降ろして毎時間その。 スクリーンで月の様子が送られてくるわけですよ。つまり、その僕は子供の頃だから覚えてますけど、アポロモーメントって,ってのがあったんですね。アポロがあの月からの写真を送ってきて、アメリカ人がもう自信を持ってここでロシアを超えたみたいな感じで世界一の国だみたいになったんですけど、今インドにそれが来てて、あの70 70ミリオンですね。70ミリオンってハリウッド映画1本以下なんですよ。で、他の国は1000億以上使って 着陸に失敗してるんですけど、インドはあの100億円ぐらいで十分の一ぐらいの値段であの成功させてて、でその担当者に聞いてみたら、あのアマゾンで買ったような部品でロケット作ってるんですよね、えー。<laughs> でそれは日本じゃできないですよね。日本で石川島ハリマとか三菱重工とかそういうところがもうものすごいもう微細なものを作ってるんですけど、アマゾンでか e ーベイで買ったやつで卸してるわけですね。 でそれぐらいゼロからあの方法方向を見つけるところがあってでものすごいいい保管関係で,で小さい頃からインド人と一緒にチームを組んでこういろんなプロジェクトをしますからで日本にいるインド人の人ってものすごい優秀なんです、ね、マッキンゼーとかあのゴールドマン・サックスとかでそういうところのお子さんたちがいてあのまあ何て言うんですかねあのいろんなそのプロジェクトをあの考え出して 面白いことをやる中にインド人と小学生とか中学生から一緒にやっていくと将来一緒にスタートアップを作ったり将来同じチームで大企業の中で仕事をしたりそういうことができますからインド人との関係結局娘の学校でも一番仲良くなっているのがインド人なんですね。うん、ケミストリーがすすすごいい合うみたいなんですよでよからあの ぜひこうステムとかあの数学その中でも数学とか英語とかいろいろあるんですけど英語はちょっとインドなまりなんですけどあのインドの人に言わせるとあの欧米なまりの英語よりいいっていうんですけど欧米なまりの英語ってなんだろうみたいな感じなんですけど俺たちの方がメインストリームになるともう20億人ぐらいこれでしゃべってんだからって言ってますけどそうなるかもしれませんね。そしたらメインストリームの英語も学べてこうステムとかそのたくましさとか補完関係ということでは。 もうインド人と学ぶっていうのは一番いいことじゃないかなの一つじゃないかなと思ってますパートナーとしてね最適ですねはい、はいはい、お時間になりましたので皆さんありがとうございました面白い話ありがとうございますいいありがとうございましたここからもう残り時間ちょっと少なくはなってきてるんですけど会場の皆さんからもご質問を受け付けたいと思いますけれどもどなたかご質問ある方はご遠慮なく挙手であ あの早稲田大学で教員をしていますお島というものです。あの今日あのキャラクタースキルってきを初めて伺ったんですけども、あのお子さんの学校もしくは G.I.S. さんの方で。 そのキャラクタースキルを育むためのなんかこう体制的なキャリカリキュラム的なものがあれば教えていただきたいんですけどもあの先ほどの田村さん先生のお話だとまあ学び続けるだとか諦めないだとかそのポリシーみたいなものが語られてたとは思うんですけどそれをこうどうやって学校という組織としてこう支えていっているのかというその体制ですねカリキュラム的なものがもしあの何かあれば教えていただきたいと思います。これはもう本当にあの あのなんうかね、先生の経験もありますし先生によるところもあってこれはあのキャラクタースキルという名前があの付けられたのも最近のことですのでこれからそのあのカリキュラムの中でそのもっとそれを抽出して掘り下げてあの一般化して再現性のあるものにしていかなきゃいけないんですけどフィンランドの教育でもよく言われるんですけど上を伸ばすとか 公教育の中でいろんな公教育だけじゃなくて教育20人ぐらいを30人ぐらい教育していく中でどこに重きを置くかっていうのがあるんですけどどっちかというとこうゆっくりやるとかゾーンに入っちゃって、えー、もうそ,のそこが離れられないとかあのそういう子も取りこぼさないとそういう子に寄り添ってあげてで あの私もそう思いますしキャラクタースキルを言ってる人もそう,なそう言ってますけど結局スローラーナーですねその学ぶのが遅い人そしてレイトブルーマーって言ってますけど大気晩成型こちらをその言んですかねどっちかというと信じてそっちをケアしてあげる。ももちろん先に生かせる教育もありますし 真ん中の人たちでその人たちの進捗度に合わせた教育もあります、まあ、日本の公教育やアメリカの公教育どっちかというとあの真ん中に合わせる感じですよね真ん中の人に合わせてあんまり先に行くなとかついてこれないんだったら特殊クラスに入れるぞみたいな感じなんですけどあのキャラクタースキルはこっちの人たちです学習障害とかあのち,ょっとあのちょっと遅いとか思われてる子ですね。 僕の娘もそうなんですよ。もうすごい遅いんですね。すごい遅いんですけど、ものすごい寄り添ってくれるんですよね。遅い人たちを責めない、えー、そして褒めてあげる、そしてその人たちにこうなんですかね、余計に時間を使ってあげる、そういうことをやってますね。で、そこをさらにあの、えー、こう洗練して抽出して再現性を持たせていこうということをあの娘の学校も JIS も。 これからさらにやっていこうと思いますけど今のところ僕が知っている範囲ではこの2つはもう突出してあのそういう人たちにチャンスを与えているというふうに思います、はい、残念ながらまだまだお話をお伺いしたいんですけれどもお時間となりました今日は大変貴重なお話をありがとうございました改めて田村さん、木崎さんに大きな拍手をお送りください。 ありがとうございましたでははいここでお二人はご退出いただこうと思います皆様改めて大きな拍手でお見送りくださいありがとうございました